日本近海を遼寧打撃群が通過しています。アメリカ原子力空母と海上自衛隊 P3C、B1 哨戒機が対応。今回、この遼寧打撃群がどれほどの能力があるのか、詳しく見ていきます。気づいたのですが、遼寧から発進する機体が目撃されていないのはなぜ？2021年4月3日、海上自衛隊では、護衛艦、鈴月や P1、B3C 等の、哨戒機を動員して、中国人民解放軍海軍の航空母艦、遼寧ら、総勢6隻の艦隊が、宮古海峡を太平洋方面へ進むのを監視した。中国海軍の航空母艦、遼寧は、これまでも、こうした航路で、太平洋へと進出することはあったが、同海軍内でも、初の航空母艦であり、練習用の、艦艇と位置づけられており、脅威度としては高くはない。それでも、今回の航空母艦、遼寧の行動が注視されたのは、中国海軍最新鋭の南昌905型駆逐艦1隻、ルーヤン39駆逐艦2隻、チャン海級フルゲート艦1隻に、戦闘支援艦1隻等で艦隊行動を、行った点だ。南昌905型駆逐艦は、その規模、排水量からは、多くの欧米の、軍事専門家からは、巡洋艦と指摘されることが多く、実際アメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦を凌駕する大きさの水上戦闘艦である。このため、航空母艦、遼寧の艦隊に南昌905型駆逐艦が組み込まれるという事態は、従来よりも大幅に中国海軍の艦隊防空能力が強化されているとみられ、空母打撃群の編成に近づいたとめされる。南昌905型駆逐艦は、NATO のコードネームでは、レイハン型巡洋艦とも呼ばれ、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルで、最大32ノット。5000海里の航続距離を誇る。南昌905型駆逐艦波種兵装として、70口径 130mm。単装砲を1機、ミサイル垂直発射装置の VLS を112セルも、装備しており、アメリカや日本が採用している MK41VLS より約6割も、1セルあたりの容積が多いと見られている。南昌905型駆逐艦は、この VLS112 セルに防空用としては、射程距離約200キロの HH99B、射程距離約30キロの HQ16 等の、長中距離艦対空ミサイルを実装可能で、他にも、対地、対戦ミサイルも運用可能だ。ちなみに、アメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦は22隻が就役中で、基準排水量7242トン、満載排水量1万10トン、全長 172.46m、全幅 16.76m で、最大30ノット、6000海里の航続距離となっている。タイコンデロガ級巡洋艦は、前述の MK41VLS を122セル搭載しており、先の南昌905型駆逐艦に対し、単純なセル数では上回るものの、1セルあたりの容積の差から、各種ミサイルの搭載数では、下回る可能性もある。さらに、アメリカ海軍の主力のアーレイバーク級駆逐艦は、
現在収益中で。最新のフライト 2A 型が、満載排水量9515トン、全長 155.3 メートル、全幅 20.27 メートルで、最大30ノット、4000海里の航続距離だ。アーレイマーク級駆逐艦フライト 2A 型は、MK41VLS を96セル。搭載しており、これらを原型としている海上自衛隊の護衛艦では、アタゴ型、マヤ型も同様で、最初期の混合型のみ、90セルと若干少ない。もちろん、第二次世界大戦時までの戦艦など用に搭載する手法の後継。威力とその訪問数で優劣が語られた時代と違い、現在の水上戦闘艦は、VLS のセル数のみで強弱が決定するほど単純ではないだろう。現在では、例えばアメリカ海軍が開発し、ここまで熟成を重ねてきている。イージス兵器システムの精度、敵目標の発見、捕捉から始まり、複数の目標に対して最適な兵装を選択し迎撃を行う一連の総合力が大きいと思われる。近年の中国海軍ではこうしたアメリカ海軍のイージスシステムを模倣したいわゆる中華版イージス艦と呼ばれるような艦艇が先の南昌級055型駆逐艦を含め増強されているが、まだまだ本家アメリカとの差はあるだろう。それでも、今回中国が航空母艦、遼寧を中心とする南昌級055型駆逐艦を含む艦隊を太平洋に進出させたことは、現状アメリカが独占してきた空母打撃群の保有を中国も目指していることの証明だと感じられる。ちょうど同じ4月内にはアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海での軍事演習を敢行しており、中国の航空母艦遼寧たの艦隊とのニアミスであるようにも報じられた。これを意識してか、アメリカ側は、中国の航空母艦、遼寧を、アーレイマーク級駆逐艦、マスティンの艦長らが、甲板上から目視する。画像を公開し、暗に、遼寧など、容易に接近が可能だと、揶揄したかのようだった。そもそも、航空母艦としての、遼寧は艦載機としては搭載数は最大でも67機程度であり、セオドア・ルーズベルトの通常時70機。前後とは僅差のようだが、戦時なら90機以上を搭載可能と差が大きい。主力戦闘機も遼寧で運用する J15 は、好条件の甲板上の風速が15ノット異常時に、ようやく燃料を 95%、兵装の、空対空巡航ミサイルの PL-8 を4発、PL-12 を8発の合計12発、約6トン分を搭載可能とされている。そのため、無風状態での J15 は、燃料、及び、兵装の搭載量も、これより少なくなる。ことが予想され、セオドア・ルーズベルトらアメリカの大型原子力航空母艦の主力戦闘機 F/A-18E/F より劣るとみられる。F/A-18E/F はカタパルト射出のため燃料を満載した状態で8トン以上の兵装重量で離陸することが可能であり、
AIM-9 サイドワインダー、AIM-7 スパロー、AIM-120 アムラーム等の空対空巡航ミサイルを搭載できる。